皆様、ま、こんにちは。本日12月14日火曜日 ECR リサーチャーウォッチをお送りいたします。本日担当いたします、岩崎と申します。よろしくお願いいたします。本日はですね、手数料無料化によるネット証券への影響について、あの私からですね、説明させていただこうと思います。よろしくお願いします。 まずですね来年の1月29日土曜日、平均90では年頭記念講演会を開催いたします。3部構成となっており、この時代第2部ではですね会員ではない初めてのお客様向けセミナーがございます。概要欄にですねご案内がありますので、ぜひご興味のある方はですねこちらご参加いただければと思います。よろしくお願いいたします。それではですね本日、私のトピックに移らせていただきます。 まずです、ねえっと、手数料無料のお話に移る前にです、ね、証券会社がまずどういったビジネスモデルをあの使って手数料をあの稼いでいるのか、こちらについてです、ね、説明させていただきます。まず、えっと、上段の方ですね、こちらに関してですけども、えっと、発行体と投資家の間に。 立ちまして株式会社からですね株式を引き受けたり、売り出したり、募集をあの行っております。まあ、それにより、ですね仲介手数料をあのもらっているといったビジネスモデルになっておりますが、身近な例で言いますと、えー、と不動産の仲介がこちらの、えー、とビジネスモデルに近いのかなと思っておりますで、えーと。下段ですね、こちらに関してですけども、こちらです、ねえー、と投資家から、えー、と注文を引き受けて、そちらをですね委託売買と言いますけども、えーと 取引所に注文を出していくとでそれで、えー、と投資家の方からですね、えー、と手数料をあのもらうと、まあ、こうしたあのビジネスモデルが、えー、と2つ目のビジネスモデルとなっております。まあ、この主にですねこの2つがあの証券会社のビジネスモデルとなっておりまして、まあ、こうしたあの前提に立って、ですねあの実際手数料をあのもらうことなく、ビジネスモデルをどうあの成立させていくのか、こちらについてですね次のスライドで説明させていただきます。 まずです、ね、手数料無料の波はです、ね、アメリカからやってきました。でその中で,でもです、ね、手数料無料を謳った1つの企業としてロビンフットという会社があります。こちらはです、ね、シリコンバレーに拠点を置くスタートアップの会社となっておりまして、まあ、株式だったり ETF だったりです、ね、金融商品の売買手数料無料を謳ってです、ね、新規顧客を囲い込んだと、まあ、そうしたビジネスモデルをです、ね、展開をアメリカでしております。 まあ実際ですね、えっと、手数料をあのいただくことなく、ですね、どうビジネスモデルを整理させていくのか、こちらについてですね、あの少しからくりがありますので、説明させていただきます。こちら、PFOF と言いまして、えっと、Payment for Order Flow といったものとなります。こちらですね、あの私の方であの簡単に図を説明あの作成いたしますので、説明させていただきます。まず、ですね、ユーザーが、えっと、発注をロビンフットに。 行いますでこのロビン・フッドがです、ねえー、と取引データですね、まあ、今今回1つですけども、数多くのユーザーから頂い,いた取引データをマーケットメーカーに流しますと。でこのマーケットメーカーに関してはです、ねえーと、私が第1回の YouTube で説明いたしました、HFT という、まあ、超高速取引業者ですね、まあ、こうした業者に取引データを流すといったフローとなっております。 でマーケットメーカーに関してはです、ね、あのデータがあれば、まあ、それで、えー、と取引所に注文を出して利益を得ることができますので、えー、とロビンフットにです、ね、取引データと交換でリベートという形で一部あの資金をです、ねまあ、手数料という形であの支払っております。なので、まあ、ロビンフットとしてはあの顧客からです、ね、あの手数料をもらわなくても、このビジネスがあの成立することができるといったあの流れというふうになっております。 今、こちらがですね、主にアメリカの,あの、えっと、構造となっておりますけれども、では実際日本でですね、どういった構造となっているのか、こちらについて説明させていただきます。えっと、まずですね、日本の流れとして、あの大手ネット証券を抽出してあのテーブルに並べておりますけれども、日本ではですね、まだまだ完全な手数料への,、まあ、あのビジネスとは、 ならずですね、やはり段階的な手数料無料化をあの今はですね、推進しております。例えば SBI ですと、1日100万円まで手数料無料といったりですね、まあ、あるっ、えー、と会社はですね、ある一定の役場、まあ、代金、その取引確定代金がある一定の金額であれば手数料を無料化するといったやはりまあ段階的なあの手数料無料を謳うまう、あ、そうした現状があるのかなと思っております。 えとまあ、ただですね、こうしたやはりあの完全手数料を完全手数無料化まではですねあの踏み込めないあの背景としては、ですねやはり日本企業の収益モデルがあるのかなと思っております。今、こちらですねあの、代表的な会社を並べておりまして、えー、と収益構造をあのこう横にですね並べた図となっておりますけれども、例えば、えー、SBI ですと28%。 こちらがですね。えっと主にあの手数料の割合ですね。収益構造に占める手数料の割合となっております。まだまだですね。えっとまあ、松井証券も60%ですし、まだまだ日本企業としてはですね。この手数料に頼らざるを得ない収益構造がある中で、あのこの手数料無料会の波をですね。どう乗り切るのか、やはりその一つの道筋としてはですね。この手数料の割合、このブルーの？ライン、 割合をですね少しでも他の割合に、えー、とシフトしていく、まあ、こちらがですねあの課題となっているのかなというふうにあの思います。例えばですね、あの1つ考えられるシナリオとしては、ですねあのまあ、ある企業がもう本当に、えー、と手数料無料化をですね完全にうたうことで、まずは新規顧客をあの囲い込んで,で、そこからですね、あの まあ、証券会社としてあの収益となるような取引にあの移行させていく、例えば信用取引などがそれに当たるんですけども、ただ信用取引に関しては、ですねあのとてもリスキーな取引となっておりまして、例えばあの簡単に説明いたしますと、自分が持っていない金額以上の取引をする、それが、まあ、信用取引となっておりますので、あのまあ、このようなです、ね、あのリスクのあるあの取引にです、ね、あの囲,囲い込んだ顧客をシェフトしていく、まあ、これがあの果たして、まあ、可能なのか。 こちらに関してはですね、またあの後々ですね、あの証券会社にとってもあの課題になってくるのかなというふうには思います。まあいずれにしてもですね、こうしたあのえっ、ー、とまだまだ収益構造をあの変化しきれていない現状がある中で手数料無料化をですね、あのどこか一社でも訴えば、まあそれに通じていく。 まあそうした流れになってくると思いますので、もしかするとですねネット証券の間でも統廃合が進んだりです、ね、やはりま,あますます、ねあのえっと、ビジネス環境は厳しくなってくるのかなというふうに思いますので、まあ、こちらですね、あの引き続きネット証券の,あの動向もですねあの注視していただければと思いまして、今回あの、えっと、ネット証券を取りマックスく手数料無料化、ですねこの影響について説明させていただきました。 それではですね、最後になりますけども、えっと、イーシアですね、イーシアではですね、会員制サービスを提供しております。経営、資産運用など様々な場面で役立つサービスを充実しております。社会貢献事業も行っておりますので、概要欄からですね、ホームページをぜひチェックいただければと思います。ぜひですね、ご検討いただければと思いますので、来年1月29日土曜日、会員ではない人向けセミナーがありますので、こちらもですね、あの概要欄にご案内がありますので、こちらよろしく、ぜひよろしくお願いいたします。 それではです、ね、本日も皆様ご清聴いただきありがとうございました。